いらっしゃいませ、奥のお席どうぞ。コーヒーと本と音楽をテーマにした中空は、繁華街から一本路地に入ったところにある小さな店です。今日もカウンターではいろんな話が飛び交っています。こんにちは、中空の岡田です。今日は、中川俊くんという男子が中空にコーヒー飲みに来てるので、ちょっとお話ししたいと思うんですけど、そもそもこれ小説書いてたよね今。小説じゃないです、これはあの今エッセイ書いてます。あ、エッセイなんや、はいはい。あの今あの、サードストーンっていう場所のところで、僕の持ってる古本を売らせていただいてるんですけど。あ、そうやね。そうです。あのサードストーンってお店何町だったっけ。あれは水田の、ね、そうか水田の方で、サードストーンってお店で中川俊くんが選んだ本を売っとんやね。そうです、で、その僕の書いた小説とかエッセイもそこで売ってて、そうやね。明日明後日ぐらいにその新しい書いたエッセイを持っていこうかと思ってて、それでちょっと書いてるんですよ。あ、そうなんや。販売するためのエッセイを書きょんやな。ぼちぼちも売り出して2週間ぐらい経ったので、また新しい本の追加と、もう一つ僕の新作も置こうかと思って。これラジオ聞いとる人もしかしたら知らんので、あのラジオ聞いてる人に言っとくと、中川俊くんは、小説書いてて、あの中空文学賞も2回入賞しとった。してるんですけど、そうだよね、2回入賞して、すごいよ、2回入賞してる人って。あ、もう1人おるね、2人おるねんけど、すごいなと思って。で、まあ普段から小説書きよるね、小説が志望というか、なんかまあまあそんな感じですね。あんまりこの自分から小説が志望っていうちょっと恥ずかしかったので言っていただいてありがたいです。あ、ちょっと恥ずかしい。そうそうですね。まあ、恥ずかしいかな。まあちょっと照れる。なんていうか、まあ基本的に文章書くやつはダメ人間って思ってる。そんなこと言って。文章書く人お前全員的に回してみたいなって。ええー、その、割合の問題です。もうちょっとちゃんとした人も中にはいます。けど、確かにその文学の方を、はい、小説とかほんまに文学の方は。普通じゃないよね、みんな結構ぶっ飛んどる人たち多いですよ、ね、なあ、はい、自分の実際周りにおる人たちと、なんかやっぱだいぶ遠いところにおる気がするね、だいぶ。そうですね、なんかあの芥川龍之介も葬式で泣く人間は偽善者だって言っとって、自分の師匠の夏目漱石が死んだ時に葬式で号泣したらしいんだけど、やっぱなんかどっかちょっとずれとる人たちが多いですね。そういうエピソードも面白いもんね、文豪たちの、はい。このエッセイは、はい、あれ、テーマ。テーマは、基本的に僕の、影響を受けた作品、好きな作品の感想だったり、はいはいはい、とか、まあ、思ったこととか、単純にその普段生活してて思ったことも書いたりするんですけど、今そのエッセイとして形になってるのは、あくまで好きなものの感想みたいな。ああ、本のな。そうです。それこそ、今回はイギリスのロックバンドのオアシスの感想だったり、今書いてるのは村上春樹の感想だったり。オアシス、ええな。オアシス、あ、オアシスも知らん人もおるだろうけど、オアシスはロックバンドで、俺が中学生の時ぐらいにデビューして、すごい格好、よかった、かっこいい、今でもかっこいいけど、もう解散してな。そうですね、ちょっとおかえの、現役の時は本当に僕まだ中学生がそこで、まだ存在もそのものも知らない時に、解散したので、兄弟でやってるバンドなんですけど、 そうやね、その喧嘩別れみたいな感じで、でその2人が、2人とも今ソロで活動してるんですけど、その2人がステージに立った姿っていうのを生で見たことがないので、なんで本当に僕が
そっか、そうなんですよ。解散後に後にその存在を知って、うんうん、バラバラには見とそうなんですよ。バラバラにはあのちょうどもう弟のリアムのライブにも、うん、その兄貴のノエルのライブにも、うん、あの行って、はいはいはい、すごい、まあ、今でもやっぱりめちゃくちゃかっこいい2人なんですけど、はいはいはい、やっぱその、はいはい、あの2人が並んだ時のパワーっていうのをやっぱりその、はいはいはい、実際見てみたいなって。そうやね。あ、そっか、はい、2人は見たことないんや。そうなんですよ。あの昔のライブ映像とかでしか本当に見てないんで、うん、本当にかっこいいんだね。かっこいいな、はい。再結成するとかっていう可能性はあるんかな。リアムはだいぶ意欲的なんですけど、やっぱその兄貴に再結成しようぜっていうたびに兄貴が嫌じゃんって言って、うん、でリアムがもうええわって言ってリアムもずっとやってるみたいな印象ですね。ああ、そうか。そう。なんか、うん、その、うん、再結成とまではいかなくても、うん、なんか例えばフェスとかなんかでその一夜だけその2人で立つぐらいの、まあ、それだけでもいいんで、やっぱその僕が生きてる間に、はい、その生で2人がステージやってる姿を見てみたいですよ。うん、すごいね、見たいね。オアシスな、かっこいいな。中君は兄弟は妹が1人。そうやろ、妹さんおるやん。はい。オアシスは仲悪いけど中川は仲は悪くない、ね、あの悪くないです。あ、仲いいんや、はい、結構仲いいですね。うん、俺一人っ子なんで、はい、あの人の兄弟の、はい、なんかこう雰囲気がよくわからんだけど、だから気になるんよ、はい、兄弟がおる人の兄弟に対する、うん、気持ちというか空気みたいなのが気になるんやけど、けどな、はい、バラバラなあ、はいはい、バラバラ、はい、何にもそこに規則性が見出せんというか。ああ、確かにかもしれんですね。うん、唯一な見出せるとしたら、はい、長男、はい、兄弟の構成で一番上の性格っていうのは何かわかる気がする。はい、おお、それはどういう感じなんですか、そのなんとなく。な、長男はやっぱり真面目な人多いかな。はい、きちっと物事責任感持ってやる、はい、長男。その代わり押し出しも強い、その、はい、ちゃんとやる分だけ、なんかこう主張も強いような気がする。あ、で下の兄弟の次男とか次女とか下の方の人は、はい、なんかこうさらっとしとるななんかこう、そうですね、間違えてないですね、うん、はい、これいつも一緒に人と働くときに、はい、それを気にしとるわけじゃないのに、後から聞いたらうわ納得やと思うこと結構あって、あ、だから俺は、まあ、一人っ子やけん、一応長男やとしたら、はい、その次男とか次女とかっていう人と働くことがなんか多い気がするし、はいはい、なんか今までの記憶を出した時になんかこうカラーが似とんよな。あ、でもその次男とその下の方がこの、うん、スマートっていうのはやっぱ間違えてない。なんかね、はい、なんかあるよね。実際僕の妹もすごいその賢いですし、その僕 の, あの お母さんが、はいはいはい、あの長女とその弟の構成なんですけど、やっぱりその、はいはい、お母さんがだいぶ責任感、そういや、お母さんは2人兄弟なんですけど、姉ってこと。そうです、姉です。姉と弟っていう感じなんです。でお母さんはだいぶその責任感が強くて、うん、でしかも結構ハキハキしてるタイプなんですけど、その弟の、まあ、僕のおじさんの方は、うん、だいぶこの結構緻密に計算して動くタイプというか、うん、ちょっと前までうどん屋を経営してってるんですけど、そのだいぶあの水戸用の方 で、それもそのだいぶ結構うまいことやりくりしてましたし、何か何かしらやっぱりです、ね、うん、そのちゃんと周りを観察して動ける人の方が多いです、うん、多いような気がします、ね、なるほど、なるほどな。なんかな、やっぱりこうその人が生きてきた環境という状況というのは、うん、もうほぼその人そのものと言ってもええぐらい影響を受け取るよな、その、まあ、経験がな。そうですね、うん、僕の妹 もうとにかく周りを合わせるのがすごく上手なんで、だから僕はあんまりちょっとそこが上手な人ではないかなって思ってるんで、だからその僕に持ってないその美点というものをこいつ全部持ってるっていうか、
そう、なんとなく妹が、そんなに、そうです、合わせ上手やし、その協調性もありて、で、まあ、しかもあの相手もちゃんと立てれてみたいな、僕はちょっとその自分で喋りすぎてしまうところがあるんで、ああそう、そう、まあ、見てたらだいぶ、あ、やっぱこいつちゃんと周りのこと見とるんやなっていうか、妹さん、そうだな、その今書いてるエッセイでさ、はい、オアシスが好きな話と何があるって言ったっけ、オアシスが好きな話とその村上春樹、あ、村上春樹が好きな話なと、あのもう一個僕の書いたあの去年の7月ぐらいに小説書いたんですけど、うん、まあ、そこに載せた、うん、もみの木っていう小説があるんですけど、うんうんうん、あの高校の時に同じ題名で、うん、あの書いたことがあるんですよ、その小説、あ、はい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 、それのリメイクバージョンみたいな感じで、その、高校の時にその話を作った裏話みたいなのの、まあ、この3作を載せようかなって考えてて、ほう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 、なるほど、はい、まあ本ならさ、書いてる村上春樹の作品では何が好きなの、はい、僕は好きなのは、まあ、海辺のカフカ、あ、香川県の、香川県大体の、うん、海辺のカフカな、高校の時の担任が、うん、あの春樹がすごい好きだったんですよ。あ、へえ。だからその人に、男の人、ほんほんほん、あの、まあ、その人がハマったきっかけが、うん、あの人が高校生ぐらいの時にあの、うん、ノルウェーの森が発売されたんですけど、その僕の担任が、あ、担任の先生が高校生の時にノルウェーの森が、ノルウェーの森が出てて、うんうん、あれクリスマス時期に出たの、うん、あ、そうなんですね、うん、クリスマス時期に出て、はい、上下巻で出たんやけど、はい、緑と赤のクリスマスカラーで出たい、そういうことだった、そういうことなの、だからおしゃれだった な、うん、あ、ごめんごめん、ほんで、でそれであの友達に、うん、あのとんでもないエロ小説があると言われてそれで何やそれってなって気に出して、うん、読んだら、あ、あの意外と面白いやないかってなって、そこから結構読み出したらしくて、うん、そうやな、うあの結構、うん、確かにそうやな、うん、エロ部分は、そうです、ね、多いか、性的な部分は結構多かったですけど、メインはまあそこではなくて、なんかもっとその乾いた空気というか、そうやな、なんか俺もな、ノルウェーの森はイメージな、覚えとるわ、なんか暗い山ん中の、なんか、療養所、ね、療養所のシーン、はい、なんか読めるときに思い描いてそれのシーンを覚えとるっけ、あ、その中でなんかちょっとあれかな、そういう、そうですね、ちょっとこうエロいことが起こったかな、エロシーンは結構あったよな、そうですね、でそこから、まああのうん、担任 が、うん、クラスの学級文庫の中に置いてて、うん、でその話、そのノルウェーの森を、うん、でそれで僕も読んだんですけど、最初の時はもう全然分からなくて、何これってなってて、結構困惑してたんですけど、分からんかったのはどういうこと、そのなんていうか、あの、うん、まあ、今でもその、うん、はっきりと分かるっていう感じじゃないんですけど、この、うん、村上春樹の小説はその結構ストーリーが、うん、あのふわっとしてる、結構難解な箇所が多かったんで、当時、はい、読んだ時は、はい、まあ、はい、言うてもジャンプっ子ですし、やっぱりその結構漫画はあの僕はあはっきりとしたそのストーリー、うんうん、でちゃんとした敵がおって、その味方がおって、なんかはっきりとした目的があってっていう、うんうんうん、そういうストーリーを読んでずっと育ってきたあの人だったんで、やっぱこの何目的とそのどこに向かってるかがはっきりしないっていう、うんうんうん、あの作風がちょっと、うん、苦手だったんですけど、うんうんうん、でも3年生ぐらいになってその香川県を舞台にした小説があるっていうんで、うんうんうん、それがその海辺のカフカだったんですけど、うんうんうん、まあ、それで読み出して、うん、でそこからなんかその何の気なしにその目的もなくたらボーって読んでたんですけど、うんうん、そしたらなんだかっていうかその波長っていうかリズムっていうか、はい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 、なんかすごいスッと入ってきだして、はい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 、あ、なんかその今までなんかそのはっきりとした物語が全てやと思ってたけど、うん、こういうのもなんていうか一つの作品としてありかもっていうふうに思い出して、うん、そこから結構まあ読み出してっていう感じですかね、うんうん、そうか、うん、海辺のカフカな、なんか、猫だったか犬だったか、猫と喋るおじいさんが出てきたな、はい、ああいうの、ああいうとかをよく覚えてるかな、うん、あと少年が香川来て電車乗って図書館行く、図書館行く話、あの僕もあの図書館探したんですけど、あれはその春樹の創作やってるんですないんかいと思って、うん、せっかくここにおるのにせっかく香川県の人やのに絶対この図書館行きたいと思ったらないんかいと思って、うん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 、
あの中でいろいろ本読んでみたかったんですよ。そうやね。そうです。もう一個あの、うん、風の歌を聴けっていうそのデビュー作で、デレク・ハートフィールドっていう小説家が出てきたんですけど、あれもその春樹の創作らしくて、あ、そうなの。そうです。だから初めてその小説読んだ人に、あの図書館に行ってデレク・ハートフィールドの本ありますかって言われて、図書館員がめちゃめちゃ困惑するっていう現象が結構新しくて、あ、創作なんやね。創作なんですよ。結構創作でほんまにありそうなところをポンポン出してきたりするんで、はいはい、結構困惑しますよね、読んでる側、はいはい、結構実際にさ存在するミュージシャンとか曲とかさ、めちゃめちゃ出ます。小説家も出るけど、存在せんのも出るんやな。そうなんですよ、結構。なんか村上春樹の小説ってすごいこう音楽の具体名が多いなですよね。ってな、はい、ファッションとか車とか、なんかそのな、そこをあの、今回エッセイに書いてるんですけど、なんていうか、あの結構海外ですごい評価されてる作家ですか、うんうん、そうだね。でもやっぱりそれってその、出てくるその具体名、その音楽が、ビーチボーイズだったり、ローリングストーンズだったり、その海外の西洋的なその小物というか、もすごい多いし、あとこの人最初は英語で小説書いてそれを翻訳するっていう形でその自分の小説書き出したらしいんですよ。だからその翻訳した時 の、 そのニュアンスっていうのがやっぱその海外の人にも伝わりやすいんかなって、結構グローバルな視点で描かれてるんだなっていうのはなんかすごい思ったんで。なるほどな、はあはあ、そういうことか。あの、もう太宰治とか、あの小田作之助とかもすごい好きなんですけど、あの人たち の、 その作品を英語に直した時に、なんかあのニュアンスというか、あの温度というか、あれ日本人じゃない、そのアメリカとかヨーロッパの人に伝わるんかなって思った時に、そうやな、はい、なるほどな。春樹はその辺の敷居がだいぶ、低いというか、誰にもすぐに入り込めるように調節されてるようなっていうのが思ったんで、はい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 、そうか、村上春樹。あとなんか、はい、あの最近は好き、何でもいいけど、あの最近読める本というか好きな関心がある、何かある？関心があるんは、でも結構この人が読んだ、人からその、影響を受けた作家から結構辿っていくみたいなこともだいぶあったんで、あるよね、分かる分かる、なんかその今だったらそのサリンジャーとか、あのライ麦畑で捕まえた人だったりとか、あれそういえばさ、はい、ライ麦畑の続編みたいなの出たん？あ、あの今ちょうど手元にある。え、あれ俺忘れとった。あ、これもしラジオ聞いた、ラジオ聞いてる知らんかもしれんので、サリンジャーという小説家が、いて、サリンジャーという小説家がいて、僕めちゃめちゃ好きなんですけど、作品数が少なくて死んだな最近。そうですね。何年か前死んで。でもその少ない作品数だけど世界中に読者がおってすごい良くて、でその死んだ後にサリンジャーが死んだ後になんと、超有名小説ライ麦畑で捕まえての続編が発見されたってニュース見て、それ俺読みたかったんやけど、なんと今中川君がカバンの中に入ってた。そうですね、最近まだあのルヌガンガっていう本屋で買って、はいはいはい、でそこでルヌガンガさんで、これってほんまに続きなん？そうですね、あの実際ライ麦畑に出てきたホールデン君が、あの大人になってその戦争に行ってる。マジで？そうです、そうです。あ、これホールデンが主人公なの？いや、いろんな短編集があざって、短編集その中にそのホールデン君の話もあるっていう感じです。あ、うわー、これ忘れとった俺、これ読みたい読みたい思ったのに。 やっぱりいいですよ、この人は。えんや、はい、サリンジャーな、ええよな。やっぱりこのなんか むき出しのこの、少年の反抗というか、なんかサリンジャーってさ、はい、確か小説書いとるけど量が少なくて、書いて出しとる量が少なくて、はい、なんかあんまり人に会わんと、はい、豪邸に住んどって、はい、あんまり人と交流せずに死んでいったっていう、まあ噂というか話やけど、はい、
初めて読んだ何やった僕はサリンジャー、ライ麦畑あライ麦なやっぱりライ麦か、そのライ麦って翻訳2種類出てるじゃないですか、うん、野崎隆役とその村上春樹役って、うん、最初その村上春樹役で読んだ時に、うん、あんまりその肌に合わなかったんですよ、うんうんうん、でその後その野崎隆役で読んだ時に、うん、結構そのピンときたというか、はい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 、これも野崎役の方が好きだな、だからやっぱ荒々しさというかそのホールデン君が持っとる、うんうん、そのなんか世の中に対する鬱屈っていうの、うん、部分はやっぱ僕野崎さんの方が好きです、ね、そうやな、あの俺は若い時10代の時に、はい、ライムギじゃないやつ読んだよな、ナインストーリーズかなんか読んだんやけど、はい、で、ライムギ畑で捕まえてっていうタイトルだけは知っとったんよ、はい、有名やから、うん、だけどそのタイトルだけで想像したらさ、はい、麦わら帽子かぶった女の子が白いワンピース着て、はい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 、ライムギ畑で恋人と追いかけっこするみたいな、まあまあ、そういうファンシーな、はい、ファンシーな恋愛のラブストーリーやと思って、はい、ずっと避けとったんよ、はいはい、そんなんちょっと、まあ、硬派の男目指しとったから当時俺もなるほど、そういう軟弱なラブストーリー読めるかと思ってたんだけど、はい、ナインストーリーズ読んだ後に、はい、あこの人そんなファンシーな人じゃないかもと思ってライムギ畑読んだら、はい、全然ファンシーじゃなくてやっぱ、ね、ほんま反抗のさ、はい、なんやろな、もう結構きついやんか。だいぶ反抗してますもんね。うんうん。まあもう少年の全ての少年の代弁者と言ってもいい。そうやな、そうやな。あれはだから影響を与えるわな。そうですね。どんな特に男子かな。女子にはあんま聞いたことないけどな。ライ麦畑で捕まえて。ライ麦の中に出てくる女の子はどっちかって言ったらその主人公のホールデン君を諌めるようなタイプ。そう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 。ちょっと言い過ぎやであんたみたいな。ぐらいのテンションの子が多かったんで、うんうんうん、やっぱり男と女ってその辺の精神年齢の差っていうのはだいぶあるんじゃないですか、ね、そうやろな、男子の方が子供っぽい、めちゃめちゃ子供っぽい、うん、で男子のバイブルになりそうな本やね、うん、あれは、うん、なんかまんま子供っていうか結構その世の中やその学校だったり先生だったりに、うんうん、あの毒を吐く割には、うん、家帰ってその不安で泣いたりするシーンが出てきたりなんかその本当にいい意味で等身大の子供やなっていうのが、はいはい、そこでなんかグッときましたね、そうやな、うんうんうん、そうやな、はい、サリンジャーな懐かしいな、ライ麦畑で捕まえてっていうタイトルがだからあまりにもファンシーなイメージを抱かせるので、そうですね、なんかもうちょっとこうまあ、それでええんかな、なんかギャップがあってええんかもしれんけどな、ハルキ役の方は、うん、あのキャッチインザライっていうその現代のまんまで出てた、うんうん、あれの方がやっぱりいいかもしれないです、そうそうそう、うん、内容とさ、うん、そのまあ、音楽もあると思うや、はい、ジャケットと音楽ない中身、はいはいはい、本もジャケットタイトルと中身の温度差が激しいもんで、うんうん結構たまに俺あるなと思うんだけど、はい、例えば今この目の前にさ見えるさ、はい、あ例えば小林秀夫考えるヒントっていう文庫本、はいはいはい、で表紙に考えるヒントって書いてあって、はい、これパッと見たらさあなんかいろんな物事を考えるちょっとしたあヒントが出とんかなとか思って、はい、そうですね、気軽に手に取りてしまう本なんやけど、はい、開いたらもうめちゃめちゃ難しいですね、うん、考えるヒントっていう読んだことありますけど、うん、このキャッチーなタイトルやのに、はい、目次をな見たらもうやばいよこれ、うん、ゴッホの病気とか政治と文学悲劇表現、はい、ヒントではないかな。そうですね、なんか自己啓発的な感じかなって思ったら全然違うんだ。全然違うんですよね、うん、かなりその深くまで鋭利な評論というか盛り込んだ、うん、考えるヒントは出してくれとるけど、うん、そうそうそう、より深いところに落とされるような感じはあるな、うん、だけどこれもその内容とその表題が意味が違うっていうのはまあそれぞれでええなと思うけどな、そういう時にな、そうですね、
あと年明け前ぐらいは結構、禅に関する本を読んだりしてたんですけど、仏教の禅な、本当になんか僧みたいなもんずっと読み寄るなみたいな感じで結構読んでたんですけど、それでも、最終的な答えはやっぱその自分で考えて出すしかないみたいなのが書かれてて、その 本読んでるんですけど、本読みながらこんなもんいくら読んだって意味ないぞみたいな感じのことは結構その後ろから言われてるような気がしたんで、あのさ、いや俺もな結構好きなよ禅とか、禅は言葉を無力化してくるんよ、つまり、いや説明が難しいな、あのその山っていう、山って聞いたらみんな頭の中にそれぞれ山が浮かぶか、まあ出てきますね、で、禅の公案、禅問答って、なんかわけわからんのよ、その出題と回答が、わからんです、めちゃめちゃわけわからんかったです、つまり山ってそもそも厳密に言うたらないだろって、つまり言葉っていうのはなんて言ったらいいかな、むずいな、でもエベレストみたいなその、その鋭利な雪山と、その僕らの近所にある普通に丘ぐらいの大きさの山って、山という言葉だけど全然違います、違うし、言い方で言うと ただ遠くから見たら盛り上がっとるとも言えるし、じゃあその線を引くとしたらどっからが山かとかな、なるほど、あのその言葉はただの象徴で、ある記号である、から、それが先に来んというか現実が先にあって、コミュニケーション取るために言語があるやろ、なのに言語があるから現実にはあるって思い始めるんや、例えば、その優しさって言ったら優しさって言葉が存在してるから、優しさっていうものは絶対どっか存在するということになってしまう、なんか、だからつまり現実じゃないのに言葉があるからどっかにあるような気がして探し続けてしまう、その迷いみたいなのを禅問答とか禅は最初に断ち切ろうとしてくるんだと思うんだ、なるほど、だから禅の教えを言葉で説明しょんのに、言葉はただの言葉やでみたいなそうっすね、一回言葉が全部、言葉っていうのは後付けで、ただの象徴やってことを分かってから、また現実の、今度は間違えてない、現実が1番にあって2番に言語がある状態で現実に帰ってくるっていう、そういうなんか流れを禅は、提示してくるというか、なんか禅の本の中であったんですけど、和尚さんが自分の弟子を見つけるために、その他の僧たちを見て回った時に、一人だけ選んで、そいつを連れてきて、で、なんで私が選ばれたんですかって言ったら、お前以外の全員はそのブッダの教え、その仏教の本を、徹底的に読み尽くし、でも何を言いたいかもはっきり分かっとったと、ブッダが、でも、お前はあんまり読んでないし、その結構自分で考えたことで喋っとったって、だから私はお前を選んだっていう言葉だったんですけど、だからなんか、思いましたね、なるほどな、そうかそうか、なんか結構その教えに、そのどっぷりハマれば、ハマるほど結構、なんか今ってその本読む人ほど偉いみたいな風潮あるじゃないですか、やっぱ知識が多いほどやっぱ素晴らしいとかいうありますけど、あるある、やっぱそこに対する危なさっていうことをきっちり教えてくれてる本ってあんまないなって、ああなるほど、だから禅の本読んでたら、結構その知識に対する危なさっていうものをちゃんと教えてくれてたんで、だから結構そうやね、結構新鮮でしたね、僕の中では、そうなんよな、知識は役に立つし、必要なんだけど、知識は現実ではないよな、はい、で、何て言ったらいいか、正しくはないよな、過去やからな、やっぱり、まあそうですね、だけど必要なよな、生きていくためには、その辺は難しいよな、本を読んで知識が増えることが、ええか悪いかは、やっぱ言えんくて、
それが役に立つような具体的な日常の起こる出来事もあるけど、本の中に出てきた過去の知識が自分の中に蓄積されたからといって、それを一番、生きる指針として生きたら、ちょっとなんかちょっと変だしな、危ないところがあるわけです、そういうのあるよな。包丁は料理するんで使えるけど、だからってずっと持ち歩いとったらさすがにおかしい、そうやな感じですか、ね、そうなんだな。あとなんかもう一個あったんですけど、その、あ、これあのちょうど今ここにもありましたけど、亀井勝一郎、あ、亀井勝一郎の人がその読書に関するそのことをまた語ってた本があって、それも最近読んでたんですけど、はいはい、あの例えば、中国の論語を作った孔子とか、あとはあのカラマーゾフの兄弟を作ったドストエフスキーとか、で、あの時代の人たちって、多分そんなに本読んでないって、だってそもそもないし、だから本当に好きな本を多分、まあ、10冊ぐらいがあったとして、それは多分死ぬまでずっと読み込んどったような人たちだろうっていうことを考え言ってたんで、だから偉大な思想を生み出すために、その読書って絶対必要じゃないぜっていうことを、あ、そうやな、書いてた時に僕はああって思って、そうやな、あ、そうやそうや、そのこの人たちの時代はそもそもなかったんやこんなに本がっていうことに、そうやな、もう目から鱗だったんで、うん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 、なるほど。僕も古本屋するぐらいその、まあ、自分の家に結構本をいっぱい置いてますし、まあ、実際ずっと読んでる人ではあるんですけど、なんか頭の片隅にそこ置いとかんと、ちょっと危ないなっていう、そうやな、そうやな、いやそう思うな、だってな、不思議ないけどさ、お釈迦さん、仏さん、お釈迦さん、まあ悟って仏教が始まったわけやけど、けどずっと人間は続いとったわけで、お釈迦さんは誰かから学んで悟れたわけじゃなくて、もうなんかこう自分でいろいろやってみて悟ったわけで、だけどその後の人はお釈迦さんから学んで悟ろうとしようわけで、なんかこう、あ、それが悪いとかええとかっていうんじゃなくていや、なんかこうそういうことか、な、はいはいはい、不思議やなと思って、そうですね、学んだわけじゃない人のことを学んでどうにかしようとしょるというその流れが、あ、なるほど、そこで転換が起こっとるなと思って、そうですね、お釈迦さんはブッダになろうとしてなったわけじゃないですか、なったわけじゃない、はい、な、悟りという概念はあっただろうけど、はい、もう無理だったと思う、そのバラモン教とか、はい、その当時の門からは多分無理だって、まあ、自力でどうにかしようとしたんだろうけど、で無理で無理で諦めてな、諦めた時ぐらいになったんだろうけどな、そうやな、その知識とか、イメージとか、象徴みたいな、っていうのはそれをその一番に考えたりなするとやっぱ危ない、危ない、なんかな、いろんな苦しみとかな、いろんな原因なんかなと思う。まあ、ちっちゃいその日常的な例でもあると思いますし、それがでかくなったら、それこそあのドイツのナチスとか、まあイメージ先行でしたしね、とにかく分かりやすいイメージ、分かりやすい標語と、そのかっこいい軍服作って、で、そういう視点でその政治をやってたんで、だからもうみんなもついていきましたし、かっこいいレンズって分かりやすい、悪用されたらああいうことにはならないなっていう、だからな、その言葉ってな、強引にな、一緒にするんよ、例えば、今この空間に、人が10人おるとするやん、人が10人おるとする、なら当たり前やけど10体の体見たら全然ちゃうし、全然ちゃうのに、言葉で男が10人って男っていう一言に10人がまとめられるわけやそうですね、リンゴもそうで、リンゴっていう文字だったら世界中に同じリンゴは一個もないのに、
リンゴはもう強引に全部一つにさせられるよ。ああ、そうですね、うん、日本人とかもそうやん、はい、日本人っていう一括りにされる。だから言葉っていうのはもう強引に一色単するんだけど、現実は絶対一色単にならんので、はい、だからその言葉のその性質、うんうんうね、だから会話ができるってある、うん、あるけど、だからその性質を見極めとかんかったら危ない。うん、男はみんな一緒ってなっちまうよ、それを信じたら。うん、現実はちゃうよ、うん、だから言葉っていうのはほんまにそのほんまこうある意味強引やけどな、その作用が分かってないと、伝えるためにだいぶ削ぎ落としとる部分があるっていうことが、うんうん、乱暴なんや、乱暴な部分とか、うん、言葉はだから、うん、さっきもラジオ出てきたんやけど、いつも本のな紹介したりもするんやけど、はい、なんか若い人に聞かれるもんな、だから読書をしとってええこととか、私本読めんのやけど、はい、何から読んだらいいですかねとか、はい、まあ、よく聞かれるんやけど、なんか本読むことがええっていう前提がなんかあって、やっぱり空気があって、はい、うん、だけどそこまだ俺決着全然つけられてなくて、はい、俺は自分では、うんうん、分からんのな。そうですね、うんうんうん、そうですね、うん、本当にそう、うん、だから断定できるものがない状態ですけど、だからまずその確かなものがあるという前提にみんなが立って、そこから物事を見とるような、うんうん、なんかええか悪いかは、うん、どっちかっていうのがそもそもその問いがな、うんうん、なんで出とるかっていう根元にな、そうですね、うん、いけたらいいけどな、まあ、ちっちゃいことで勉強に何の意味があるんやみたいな、そうやな感じのことをよく言ってましたけど、うん、まあ、やっぱりその意味がないことはしたくないっていう前提に立ってますし、そう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 、はい、これしたら何かが達成できるとか、そうそうそう、これしたら何か得られるっていうことを選択したいというふうに、はい、になってしまうもんな、それに気づいとったら話はいいですよね、うんうん、けど行い自体がそもそも楽しかったらな。なあ、そうです。うん。そうです。で結局、うん、僕がいろいろ本読んだりする、うん、それが楽しいからです。うんうんうん。逆に僕はあんまりその、うん、サッカーとか野球あんまり好きじゃないんですけど。あ、運動好きじゃない。運動は一人で走ったりとかは好きなんです。一人で走ったりは好きなんだ。だから、はい、そうね。そういう意味でもちょっとあの春樹と見たところが、はい、あるかもしれないなっていうのはあるんですけど、へー、あの。そう、でもあれもやっぱり、うん、そうですよね、その単純にその野球やってるっていうのが楽しかったり、うんうん、いう人たちがいっぱいいるわけですし、うん、そうやな、そうです、うんうんうん、チームプレー苦手ですね。あ、チームプレー苦手なんや。はい、苦手でした、ずっと。チームプレーなチームプレーはなんで苦手ないと思う？僕ですか、うん、いや、まあでも仲のいい友達グループとかでやるんだったら全然いいんですよ、うん、その野球だろうがサッカーだろうが、うん、ただあのクラス対抗戦とか、うん、そのクラスの全員と、うん、その一致団結みたいにしてっていうがありますけど、うん、いやそもそも全員と俺仲いいわけじゃないし、そりゃそうやな、いやいやそりゃそう、そりゃそう、そうそうそう、だから、うん、なんかこのそれこそそれこそその一括りにされてみんなで頑張らされてる感がすごい腹立って、あそういう空気かな、そうです、だからもう、いやお前のために頑張らならギリないぞっていうのが、うん、結構あったんで僕、うん、なるほどね、そうやな、あでも、うん、あれですね、あのスポーツはあんまり好きじゃないんですけど、そういう、うん、ただあのそのスポーツの一線で活躍してる人たち の、うん、その話だったり、あ、あの例えばイチローとか、あーあのイチローなメッシだったりとか、ああいう人らのその考え方というか、うん、そういうのも見るのが好きですね、なんか、はいはい、個人に焦点当てた時に結構、うん、ああなんか面白いかもって思う時はあるかもしれないですね、うんうん、あの数学も大嫌いだったんですけど、うん、あの数学者の岡清の本をめちゃめちゃ好きだったりとか、いいよね、あの人のなんかあの人個人 の、 その考え方みたいなのがすごい面白い、うん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 、面白いね、そうです、確かに結
構人にその個人にスポット当てた時にあんまりその興味なかったものも結構面白く見えてきたりするっていうのはありますね、僕は。ちょうどこの前の映画で、あのハンナ・アレントっていう映画を見てたんですけど、あのユダヤ人がその迫害したそのナチス の、あの将校のアイヒマンを裁判するっていう時に、あのそのハンナ・アレントもユダヤ人でその迫害されてた、まあその学者の一人、哲学者の一人だったんですけど、でその人がそのアイヒマンの裁判を見に行って、で、まあ今までの僕のイメージだったらもうユダヤ人が完全に被害者で、うん、そのナチスが完全な悪者みたいな、うん、まあ、そういうイメージがありきでやっぱ見てたんですけど、うん、そのユダヤ人全員がやっぱりその、うん、ナチス憎しで、うん、その団結してる時にハンナ・アレントがアイヒマンの裁判を見て、うん、この人は悪人っていうより、ただ何も考えんで上の命令をこなしてただけのただの役人だったんだっていうことに気づいて、うんうん、そのことをまとめた本出したら、うん、世界中のユダヤ人からバッシングされて、お前はあの悪魔を擁護するのかっていうふうになって、だから結構なんていうかその、ハンナ・アレントが伝えたかったってことってそこじゃないのに、何も考えないその役人的な態度の中に悪が潜んでいるっていうことを伝えたかったのに、その何も考えてない、その感情が先走ったユダヤ人たちにボロクソに叩かれたっていう映画だったんで、なんか結局、ナチスに扇動されてユダヤ人迫害したそのドイツの人たちも、その感情先行でその真実を見ようとしたハンナ・アレントを叩こうとしたユダヤ人も結構根っこって同じなんかもなっていう。そうです、そうです、そうです、そうです。だから、もう最初にな、決めとんの、最初に判断してから、見たいもんを見ようよ、だけど、例えば岡田陽介は、ええ人やって決めつけとるのは、俺が何してもええように言います、取るんよ、はい、岡田はええ人やって決めつけとる人は、例えば俺が、過去の、やった悪いことを話しても、この人は、昔はそうだったけど今はええ人になったとか今は改心したとか改心したとか、はい、そういう自分の失敗談を言ってくれるなんて優しいとか、まあ、なんせ優しいように取るんよ、はいはいはい、逆に、岡田は悪いやつやって決めとるやつは、はい、もう俺が、道路の落ちとるゴミを拾うが、はい、あいつ善人面しやがってみたいなとか悪いもんで決めとるやつは俺が何やっても悪いように取る、はい、見えますもん、でさっき中川君とか今のハンナ・アレントの話じゃないけど、はい、決めずにやっぱり、はい、そのままを見たいんや本当は、判断なしにな、はい、判断なしにその怒ってる子とか、その人とかを、自分の中にこう取り入れられたらええんやけどな、みんなが、決めてからやっぱ勝っちまうよな。そうですね、それこそ仏教の本とか禅の本とかにもいっぱいあったんですけど、僕たちは眠っているっていう、その言葉で、どういうことやろうと思ったんですけど、なんかそのいろいろなものに、そうそう、眠っているよ、眠っているっていうのはつまり最初に分別したけん、ほんまのこと現実からが見えてないってことや。そうです、だから目つむった状態に近いそうな、どういう比喩なんやろ。ちゃんといろいろ世の中のことを見て判断してる人たちっていっぱいあると思うのに、それを人たちのことを眠ってるってどういうことだろうって思ったら、結構読み進めて、まあ、プラスいろんなその作品見たりしてるうちに、なんていうか、あ、眠ってんなっていう、やっぱなってきたんで、だから判断したから起きとんじゃないよ、はいはい、判断しとるから眠っとんよ。そうですね判断なしに見れたらいいよ、はい、ほんまは、だからそれが小さいことから大きなことまで、それがいろんなことの原因やと思うんだ。ああ、つながってますね。喧嘩するとか、すごいちっちゃいところに。暴力を受けるとか、そう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 。なんか家、まあ、僕今実家に住んでるんですけど、なんかちょっと
家事を任されて家の掃除したりとか、とかもあるんですけど、うん、だから結構その力入れて、うん、よし今日は結構きれいに掃除するぞってバーって掃除して、うん、でその親が帰ってきた時に、うん、その親がその仕事でなんか機嫌が悪くて、うん、結構僕に、うん、雑に当たってきたりした時に、うん、こんだけやったのになんかこんだけ悪いのめっちゃ腹立つんやけどっていう風になったりする、まあ、すごいちったら話ですけどね、うんうん、なったりする時もあるんですけど、うんまあやっぱりその最初からその喜んでもらえることをやっぱ期待してしまっとるんで、そうそう、うんうん、その分やっぱり腹立ってくるよなっていう、そう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 、うん、自分がよくわかるな、怒りがなんで怒ったか考えてみたらな、まあすっげえちっちゃなところですけど、うん、でもいやだけどこれがおうおうそう大事なの大事なの、はい、そう小さいことがな、うん、すごい大事だと思う。結構これなんか YouTube をよく見るんですけど、うん、結構歴史 の, そのまとめみたいな動画を結構見るんですけど、うん、なんか本当にそのちっちゃな一つのことで、うん、そのどん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 その取り返しがつかないところで大きな悲劇が生まれていくっていうことを何回も見てるんで、起きるよ、そうですよ、ね、うん、まあそうなの、ね、僕らが思っとる以上にその小さなことの占めてる重要さって結構でかいなって、そう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 、そうなんそうなん、小さいことの、うん、塊が大きなことやけんな、はい、うんうん、大きなことはだから小さいことの相対やけんな、うんうん、小さいことは大きな部分も切り離されてる部分って一緒なんやけどな、うん、あなんかあれや、その一円玉ままあえっかみたいなのあるけど、はい、1円が1000個集まったんが1000円やけんな、はい、うん、そうですね、うん、1万個集まったら1万円やけどな、だから一部やけどな、だけんえっかとかなじゃないような気がするな、うん、そう小さいことってな、分割されてるわけじゃないですよ、じゃないじゃない、はい、一部なんよ、だから俺ら、はい、岡田陽介は社会なんよ、うんうん、世界なんよ、はい、そうですね、世界の一部です、ね、うん、一部やけどな、はい、うん、だから世界と俺別れとじゃなくて、はい、俺はその世界の、はい、一員やし一部やけど、はいはいはい、そうやって自分を入れ込んで考えないからね、あだから暴力とか、うん、戦争とか、うんうん、あれ俺の一部やけど、やっぱ自分もすごい関連しとるけどな、うん、絶対だからどっかこう自分とは違うところに関係ないところに暴力的な人がおって、うん、冷酷な人がおって起きとんじゃないんよ、はい、うん、違う国の関係ない話じゃない、関係ない話じゃないんよ、うん、自分も絶対一員やけどな、うん、うん、繋がっとるけどな、それこそあのヘンリー・ミラーっていう人の、うんうんうん、あのエッセイの中で、うん、世界目覚めさせようとする場合に自分が目覚めるって書いてある、あ、そういうこと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 、そういうこと、だから仏教とか、はい、禅とか本読めたら分かると思うけど、うん、私っていう言葉があるけん、はい、私とそれ以外ってがあると思ってもらえば、僕、私、俺っていう言葉があるやん、うん、はい、だから私っていうことを今紙に書きつけたら、はい、私と私それ、うん、私とそれ以外があるってことになるやん、なります、うん、はい、ほんで現実に思ったのは、うん、俺と俺以外の世界があると思ったんやけど、はい、それ言葉があるんでそう思い込んだだけで、うんうんうん、全然本当は分かれてないが現実、うんうん、リアルなな方やないけどな、だからそこのタッチ現実の方に仏教は戻そう戻そうと、はい、うん、そうなんだけどな、そうですよね、うん、それはなんか難しいですよね、結局 その今の宗教ってなんかその詐欺集団みたいな感じで扱われてるところあるかもしれないですけど、そういうことじゃないですもんね、あの本当の言ったら始祖 の, まあそのキリストとかブタたちがやろうとしたことだから、そうやな、まあ宗教がどうこうっていうよりも現実どうかってことやな、リアルが、うん、岡田っていう言葉はあるけど、岡田っていう実態がほんまやるかどうかうんうん、確認した方がええだろうし、うん、なんかな、普段使える言葉がほんまにそれって存在しとるかどうかを自分で確認しに行くというかな、チェックしたら多分確認できんと思う、まあそうですね、うんうん、考えてっつったら結局、うんうん、
どこまでが正しくてどこまでが間違ってるかとかよくわからんくなってくるような言葉がほとんどです、ね、生き生きとした切れ目のないもう言葉が分断 し,、うん、しとるけどな、うん、けどそれが分かっとったら言葉使っても大丈夫だけどな、分かってないから結局そう、こと分断しとる、はい、あた分断してるってことを分かってないからってことです、ね、そうそう、はい、分断されたバラバラなものが固まって世界なんじゃなくて、はい、そもそも世界が分断、リアルは分断されてないのに、はい、言葉があるんで、バラバラが重なって世界だと思ったら、うん、なんかちょっとこう変になってくる、うん、俺と中川が別だって、岡田と中川って違う言葉やけん、はい、現実も違うもんやってしたら変だと思うよ、うん、やっぱ、うん、結局もうどこまで行っても人間ですから、その、うんうん、やっぱり感じたり考えたりすることはもうほとんど近いですよ、うん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 、まあ中川君も、いや、まあ俺も文章書く仕事するけど、いろいろ文章、言葉の持つその性質とか、はい、人に与える影響とか、自分も、もう不用意に何か信じてしまってないかとかな、うん、言葉については考えるけど、うん、まあ、また、中の新しい今書きよるエッセイが、はい、サードストーンで、あ、何日まで？あれは25日ですね、1月25日まで、はい、あのよかったらラジオ聞いて、ちょっと話が長くなってしまったけど、いえいえ、1月25日まで、サードストーンで中川君の選んだ本の販売と小説、中川君が書いた小説とエッセー売ってますんで、よかったら行ってください。あ、それとあの30と31の土曜日、うん、日曜日に今度丸亀町グリーンのフリーマーケットの方でもまた出すんで、あ、了解了解、それもまたよかったらぜひ、はい、1月30日と1月31日の2日間丸亀町グリーンの商店街で、中川君が本を1に出店します。まあ、ありがとう、また頑張って、いい、また遊びに来て、 ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、中空岡田に相談質問などおはがきや SNS のメッセージからコメントを受け付けております。ではそろそろ閉店の時間が近づいてまいりました。またのご来店をお待ちしております。自問自答が君のスタイル、一ところだけ照らし出す、なくしたもんだけ光り出す、痛い暗い半端な空を君と見てた半端な空を忘れ